はい、というわけで皆さんこんにちは、隊長です。今回はですね、久しぶりに USC の動画を撮っていきたいと思うんですけども、全然上げなかったね。まあ上げるネタがほとんどなかったんで、キャリアモードしか上げることなかったんで、最近上げてなかったんですけど、プライベートで俺バッチバチに USC4 やってます。特にオンライン中心ですね。で、僕のチャンネル見てる方の中にはね、割と USC やってる人もまあまあいるんで、たまにね USC の動画でオンライン一緒にやりましょうとか、オンライン勝つ方法教えてくださいとかね、そういうコメントがあるんですけど、まあ、僕自身ね、オンライン対戦めちゃくちゃ強いかと言われると全然強くない。でも、まあ、自分の中ではまあ中の下ぐらいはあるんで、まあ、全然ここ最近勝ててる。なんか戦績とかないかな、プロフィール。ね、あ、なんかあるね、これデータ。対戦数696、勝利数607。ちょっとはあれだよな、キャリアモードの試合入ってるよね、もしかしたら。え、俺こんなやってんの、めちゃくちゃやってんなっていう感じです。今回はちょっとオンライン対戦のコツ、初心者がやりがちな失敗っていうのをちょっと講座として作っていこうかなと思います。まずオンライン対戦ですけど、モサめちゃくちゃいっぱいいます。で、初心者のうちはもうめちゃくちゃ負けまくって泣いてやめる人結構多いんですけど、オンライン対戦でここ意識すれば、まあ、そう簡単に負けないのと勝率が爆上がりするっていうポイントをね、ちょっとね紹介したいと思います。まず結論から言うと、主に2つありますね。まあ、今回はちょっと立ち技メインなんで寝技に関しては触れないんですけど、立ち技でね、バリバリやっていきたいという方はね必見ですね。まず結論、距離感とスタミナ管理です。この2つさえ意識してできれば、そう簡単に負けることもないし、今まで負けまくった人でも勝率めちゃくちゃ上がると思うんで、この2点はね絶対意識した方がいいです。僕もね最初の頃ね、この2点ね意識せずにやってて、めちゃくちゃ負けまくったんで、でもそれを意識し始めたら結構勝てるようになってきたんで、ぜひこれはね見てもらいたい。で、まず初心者がやりがちな失敗として、距離感ね、距離感がつかめてない人がめちゃくちゃ多い。僕もオンライン対戦やってて感じることなんですけど、結構ね遠い前からハイキックを繰り出したり、オーバーハンドやってきたり、ミドルやってきたりとかする初心者の方非常に多いです。これねやめた方がいい。まず距離感がつかんでないっていうのと、こんな大技を出すことによって自分のスタミナが減っていくだけなんで、当たってればいいですよ、当たってれば全然いいんですけど、こういうのとかね、当たってれば全然いいんだけど、まあ、ガードされてたらあんまり意味ないんですが、相手にとってダメージを与えてない攻撃はあんまり意味がないので、まず練習で距離感をつかむ。あ、この距離はまあローが当たるかなとか、この距離だったらまあミドル当たるなとか、この距離だったらハイが当たるなとか、これをね掴んでほしい。この距離ワンツーとジャブストレートっていう、まあ最初のジャブは当たんなくていいからストレート当てようととかね、こういうのをまず掴んでいきましょう。まず距離感ですね、本当に遠い前からやりがちな人が多いんで、でこれをこの大技を外すことによって、特にこのハイキックって一瞬後ろ向くんですよ。でこの間結構無防備なんで、あとでねちょっと実戦で見せるんですけど、この間でなんかぶち込まれたらやばいですまあこれがあれですね、距離感の問題ですね。とにかく何が当たるのかを、大体この距離だったらこれ当たるなっていうのを、まあ、トレーニングで感覚として掴んでいきましょう。こういうのは続いてスタミナ管理なんですけど、でスタミナ管理がよくできていない人っていうのは、大技出した後にとにかくこうやって連発しまくる、こうやって自分のスタミナを無視した連続攻撃を行う。でこの間にスタミナが減ってる状態でなんか食らってしまうと、ちょっと相手の上級打撃にしてみて、とにかく連発していく、こうやって連発していく、連発していってスタミナが減ってるところを
狙われると大ダメージを食らいます。とにかく撃ってみる。ほらこう、とにかくこうやって とりあえず撃ってみるよ。あ、ほらスタミナ虫の戦い、この間に食らってしまうと、あれ結構しぶといなこれほらスタミナが減ってる状態で、まともな打撃を食らってしまうと通常より大ダメージを食らってしまうことになるので、技は連発しないことだね。まあ、とりあえずちょっと実戦いきましょう。実戦でちょっと解説しながらやっていきたいと思います。はい、というわけで実際にですね、オンラインの対戦をやって、まあ、今回紹介したね、距離感とスタミナ管理について、まあ、試合見ながらちょっと後付けでちょっと解説したいなと思います。ちなみに使う選手はですね、既存の選手ではなくてオリジナル選手です。でオリジナル選手のアクロバット、まあ、一応3種類あるんですけど、スナイパー、アクロバット、レザーで、まあ僕はスナイパーとアクロバットを使ったことあるんですけど、まあアクロバットの方が初心者にはおすすめかな。まあスナイパーかアクロバットかな。今回はちょっと立ち技メインでの解説なんで、寝技に関しては解説しないんですけど、まあスナイパーとアクロバットは、まあ寝技に関してはそこまで得意っていうわけではないんですが、まあ打撃に関しては結構いいので、まあ、星に関しては星4つなんですけども、総合星4。でも全然戦っていけるので、まあ、自分でキャラ作ってやりたい場合は、この3つのうち僕はアクロバットをおすすめします。まあもちろんね、既存選手を使ってやるのも全然問題ないです。今回やる試合はフライ級ですね。階級としては、まあ、体重は軽いので、結構動きとしては速いかな。相手はデメトリアス・ジョンソン。まずは距離感、結構最初お互い近いですけども、うん、このミドルは外しましたね。相手距離が遠かったから。で相手ワンツー打ってるけど当たってないんで、これもミドル外して僕がオーバーハンド入れるっていう、ああいうところが結構ね、外した場合好きなんで、初心者の方では結構ああいうミドルの打ち方多いかな。で僕のワンツーは結構当たってるんですけど、まあ、相手のワンツーはそんな当たってないね。このオーバーハンドもちょっと僕も外れたんですけど、僕は少しずつ、今のミドルも避けて、まあ、オーバーハンド当たればよかったんですけど、そうね、基本的にガード、相手は結構大きい技を打ってるんでスタミナの消費は激しいね。まあ、僕も一応もらってるはもらってるけど、そこまでその致命的なダメージはもらってないんで、逆に言うとこっちの打撃の方がめっちゃ当たってる。でこれをゲージの隅に追いやって膝でボディ、体力を削るっていうね、今のハイキックも外れてる。だから距離感が合ってないっていう感じになるかな今のは。で今の段階で見るとスタミナに関しては相手の方がその上限減ってますよね。僕はここでちょっと大きい技出したんですけど、まあ当たんなかった。でも大きい技はね、ほんとここぞって時が一番いい。これね、今のシーン距離感合ってなかったね相手。ちょっと試合見ながら解説って難しいなこれね、相手ハイキック結構打ってくるけど全部外れてんだよね。だからもうこっちにとってはもうめっちゃチャンス、これもダメージ与えることができたし、ハイキック打ってくるけど当たってない。2ラウンド目のスタミナを見ると全然違いますよね。で2ラウンド目に関しては僕はローを狙い始めましたね。下半身ですね。
足を狙い始めて相手に下を意識させて上を当てていくっていうスタイル。うん、このミドルも外れてる。あ、これでフックが当たってダウン奪って、相手結構アッパー多めだな。うん、オーバーハンド外れてる。まあ、基本ガードしてればそんな怖くないですね、この相手は。あ、今ハイキックしてこようとしたけどやめたね。うん、全部距離感が合ってないから当たってないかな、相手の打撃は。うん、これで、あ、最後アッパーで KO。ちょっと本当は細かく解説したいところはあるんですけど、まあとりあえず距離感が合ってないと今の相手みたいに出す技全部ね外れていっちゃうんですよね。でその距離感をつかむためには、まあいっぱい試合やるとか、あとはちょっとコンピューター相手でやってみるとか、どういう技がねこの距離で当たるんだろうっていうのを、まあ、やった方がいいと思う。まあ少なくともその2点、距離感とスタミナ管理さえできていればそう簡単には負けないと思いますよ、オンライン対戦では。僕はね、本当オンライン対戦やり始めの頃はそういうの無視してやってたんで、とりあえず大きい技使って相手を倒そうっていう意識でやってたんで、それでやっぱ負け続けてたから、うん、その2点だね。というわけで今回はね、ちょっと立ち技メインの距離感とスタミナ管理について解説しました。またね、なんかオンライン対戦でわからないことがあったらぜひコメントの方で教えてください。もしかしたらまた解説動画出すかもしれない。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne?